はい、どうも、サティックでございます。それでは前回続きからやっていきましょう。まあまだね、C ランクに望めてないという形でございますね。今回で今もう3歳9ヶ月なんですよ。そろそろ寿命が来そうな気がする。4歳超えたらちょっとやばいかなっていう感じですね。まあこいつがどこまでいけるのか、見守ってください。いきますよ。バスバス鍛えていきますよ。最後のその瞬間までね、こう火を灯さ消さないように。次の週に大会があるんで、次の週じゃない、次の月にね大会があるんで、また今回も大会バンバン出していく動画にはなると思います。基本的にはまあ大会動画ですね。ひたすら金を稼ぐ。いやもうちょっと能力値の上がりめっちゃ悪い、やばいやばい気がするな。全然能力値上がらへんやん。すーごい上がりが悪くなってきた。これは近いな。意外と急になんか宣告されそう。だいぶ悪いですよね。 B もある能力値で5も上がらねえってことは結構大変だな。いやまだ諦めるな。まだお前諦める場合じゃない。まだいける。もうちょっとだけ頑張ってくれもうちょっとだけ。俺の中ではこのお金の一番上の桁5まで行きたい。あ、その次の週にあるのかね。5まで行きたいんだよね。フリーっての怖いな。これ絶対やべえんだよな。フリーは絶対出ちゃダメなんだよね。フリーはね、化け物みたいに強いやつたまに出てくるんで、本当に。フリーですから。どのランクからでも参加できるんで、E ランクも参加できるけど、上も来るんですよね。なんでね、ちょっと、このランクではね、出ない方がいいですね。最高。よし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 、命中しっかり上げてって。いや、ちっちゃいですよ。ちっちゃい積み重ねなんですけども、そのちっちゃい積み重ねがこう、勝利に導くわけですよ。大事ですから。ちっちゃい、こう、ちっちゃく、確実に積み上げていきたいですからね、能力値を。よし、OK。いいじゃんいいじゃん。1ですか。いやーマジかー。もうか、もうそんなか。これはやばいな。これはちょっともう修行には絶対行かせられへん。いつ引退宣告来るか分からんし、これは修行は絶対無理ですね。でこれも大会でしか多分乗り口アップ見込めないっすな、というぐらいの状況ですね。いやーマジでか。もうそこまで来ちゃったかお前は。いやそれでも大成功していくお前に俺はもう嬉しくて。8か、でも8なんだよな。もう素晴らしい。どこまでいける。なんか4歳になった時引退勧告されそうな気がすんな。4歳になってもどうのこうのみたいな、もうそろそろ引退のこと考えないとねみたいなこと言われそうな気がする。マジか、もうそんな時期になってしまうというのか。神よ。いやーマジでかー。ここまで行きたいね。4歳でもしダメだって言われるんだったら、もうそこで C ランク上がってまいりたいってなるよね。いやー強烈だね。ドミノ倒し行こうか。こうギリギリまででもトレーニングして追い込んでいくこの感じね。もう寿命と戦いですからね。いやーもう俺これねセーブできんやったらもう毎月セーブしてますわこれ。うん、毎月セーブで。いやー1しか上がらん、きつ。力を諦めた方がいいな。これもうちょっとダメだな。行こうか。トレーニングするだけ無駄だな。もう B の乗る口だけ上げていこう。賢さと命中だけ上げましょうか。ちょっと力はもう諦めて、しょうがないね、上がんないんだもん。さあ行こう。デレ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 つって。いやーもうちょっとだけお金稼いでほしかったんやけどな。ダメか、ダメか。早くも急に来たな。ガクン来たな、ガクンって。よし、とりあえずここでもお金を稼いでもらおう。世の中金やで。地獄の沙汰も金次第とはよく言ったもので、金が全てを救うから。もう今やってるゲーム実況全部金やん。もう、エクシリア2もさ、借金返済ゲームやから金が大事やろ。で、バイオショックももう金どこまでこう、今、尋常ない金不足やからな。もっと金が欲しいってなってるからな。そしてモンスターファームでも金が欲しいと。うらいいんじゃないですか。いいの入ったよ。まあ当たらんよ。その程度の攻撃当たらん。もうこれ余裕のこの直立不動。動かさへんっていうね、余裕だけに。あ、来いよ、ほら。はい、こっち。おら。いいの入ったんちゃう？どうした、そんなもんか。当たらないんだな、これが。これが当たらないんだよ。もう終わったな、これで。突っかきで終了やな。よし、じゃあ、ちょっと、近づいて。はい。おいしょ。ありがとうございます。まあ、余裕ですな。まあ、D ランクではもう何も心配いらないですね。ハラハラ感も一切ないということで。ハラハラ感がなさすぎて、これあれですよね。動画として結構惰性になってるとこありますけどね。まあいいんですよ。こう金集め、モンスターファームっていうのはね、こうやって金を集めるゲームなんですよ。結局のところね。そう。そういうゲームなんですよ。こうやってこう地道にチクチクと金を集めていくゲームなわけです。
その中でこの1匹のモンスターにこうね愛情を持って育てていくというそういうゲームですから、しょうがない。これがこのゲームの真髄ですから本当の真髄はただのリセットゲーなんですけども、リセットしまくりな、あうマジか、やろうやろう、この生意気なやつね、これでも食らえ、よし生意気なやつには制裁をかましちゃった、この野郎。はい、ベッターン、しまった、突っかきするつもりやったけどやっちゃった、まあいいや倒したし、オッケー。本当はもうね一周進むのにどんだけ時間かかるのというぐらいのこうリセットゲーですけどね、まあ通常の楽しみ方はこれですよ、今の俺みたいなこういうのが通常ですよ。のんびり鍛えてってこうちょっとずつちょっとずつあのお金貯めて、次はもうちょっと上、次はもうちょっと上、現にアリスエピックより強いでしょこれ、多分エピックより安定してると思いますよ。エピック3つの能力値すごい伸ばしてましたけど、でもここまでいってないですよね。まあ3つ伸ばしまくったせいもあるんですけど、オール400ぐらいでしょ、こいつの方が全然強いですよね、アリスの方が全然強くなってるんで。こいつ回避率カスだな、ペッタン狙うか、狙って良さそうだね、ペッタン、よいしょ、強い強い強い、圧倒的威力、これはもう突っかきでフィニッシュだな。5、6、7、8、9、はい、うら、完璧、お疲れさんです、お疲れさんです。自分がこいつはアローヘッド育てるとしたら結構大変だよな、アローヘッドはねめんどくさいめんどくさいんですよね育てんのね、あ結構めんどくさい。よしよしよし、いいんじゃないですか、優勝ありがとうございます、圧倒的強さを持って優勝しちゃった、よっしゃ、いい子だアリス、実にいい子だよ。でもねアリスとねエピックは合体させらんねえんだよな、うん、正直なことアリスとエピックは合体の相性はそんなに良くないですね、賢さタイプと力タイプなんで。本当は同じ系統のタイプのモンスター同士だったら完璧な合体相性になるんですけども、こいつはあんまり良くないと思う。まあ一応合体させる雰囲気は出してみますけど、多分ダメやって言われると思います。あんまり良くねえぞって言われるそうな気がする。よかったらもうそのまま普通に合体じゃなくても火の鳥作ってもいいなっていうのは正直あります。いきなり火の鳥ぶちかましでも押すと多分ねすっげえ進めるんですよねものすごい多分ね大会進めますよ、火の鳥めっちゃ強いんで。よし、すごいよね、能力値上がんの、今6とか8とか上がってたよね平気で。いやーごめんよ、寿命が近くなってきてもここはね俺はスパルタなんだよ、ここだけはスパルタで行かせてくれ、ダメなんだ。よし休め、さあ4週か、次の月だな、次の月に公式再開があるからそこだね、そこを狙いますかどうしますかって。アリス誕生日来ちゃった、4歳の誕生日が来ちゃったねー。いやーこれはエピックはここまでいけなかったんだよ、そう考えるとまあ結構長いこと生きてるけどね。エピックよりでも元々の寿命指数みたいなのは高いんですよね、あとまあストレス溜めないようにしてるからね。いやもっともっとは無理だろう、もっともっとは結構きついて、だいぶきついて、おお結構やで、喜んでくれてるのは嬉しいけどね。よしとりあえずプレゼントあげよう、ジョイ持ってってあげてくれ、4歳まで生きてくれたね、いい子だ。多分エピックと同じ育て方やったらここまで行ってないですね。とりあえず引退勧告は出なかった。出なかったけどちょっとやばい気がする。ぼちぼちやばい気がする。やばい気がするけど俺は行くぞ。行くかもう !D ランク突破するかなあ。え?嘘だろ?びっくりしたー、びっくりした、死んだんかと思った。焦ったぜ。もしここで俺が、タイミング失敗して、アリス死んじゃったら、あれ使います、伝説のモンスター1匹出します。もう1匹出す方法あるん、モンスターが死なないとダメっていうのがあるんですよ、それ使いますわ。いやー一応大丈夫くさいけど大丈夫なんかね本当に。これさあちょっと巨石避けていこうか、しっかり巨石避けて、これだとな C ランクは勝てないと思うんだよ、勝てないと思うんだけど、なんか挑戦したくなってきた、最後だし挑戦、あーしまった、大会やってしまった、あっしまった、一周目大会あったんだ、オーマイガーやらかした、やらかした、あーちょ1しか上がらんからいいわ、もう射的と巨石を受けだけしとこう、もうひたすらこっちで公式で出ようか、もう多分ね寿命近いと思う、行けるとこまで行きたい、行こう、お前の強さを見せてくれ、最後にエピックを超えたというとこまで見せてくれ、頼むぜ。よし行くぞ、 D ランク公式戦、
行くしかないんや。もう能力値の上がりが悪いからもう先は短いんや。さあ来た、行くぞ。終わった後に C ランクの大会挑戦するかっていうのもあるね。行くぞ、勝つ。まあもう回避ほぼ500まで来たんだよね、ということにしておきましょう。よし頼む、これはいいんだよ。その後 C ランクだな。順調にいってくれ。まずは軽く圧倒的実力差を見せつけて勝つ。 D ランクは何も怖くない。ここは怖くない、全然焦る必要ない。来いよ、上がってこい。お前ら全員ボコボコにしてやるからな、上がってこい。ほらカペラとかなんじゃい、なんじゃお前。よし、こう1モンスターずつ確実にランクを刻んでいく感じで。いやーでも刻めんのはこの辺ぐらいです。やっぱ DC あたりが一つ鬼門ですからね。 C か、1個目の鬼門ですからね。こっから先上がるの大変ですから。 E から D とかね。おお、これ当たってるようでは怖いぜマジで。これ B ランク当たったら死ぬでほんまに。ほら、オッケー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 。B ランク勝てえやつがいるからな、削りきれない気がするんだよね。あー痛い、この辺当たってるうちは怖いな。しかし強くなったお前を見せてくれ。よいしょー、いいの入った。もうね C ランク怖いから先行で打ってもいい気がするんだよな。いつもガッツ貯めてから打ちますけど、もうガッツ貯めんとつっかきバコバコ連発してもいい気がする。回避低いやつはペッタンでいけばいいですけど、回避高めとか結構やばそうな能力値のやつはもうバコバコ最初から打っていいと思うんだよな。 KO 狙い、手数で押して KO 狙いみたいな感じでやってもいいんちゃうかなって気がするんだけどね。ちょっとガッツ回復が遅いのは難点ですけど、そのぐらいの気概は見せてもいい気がする。さあ来い、誰であろうとかかってこいよ。シュッシュッ、やってやるじゃないか。ああもうクソ雑魚だなこいつ。ゴミだな、ゴミ、ゴミに失礼だけどゴミだよ。まあね、この子ね、今すげえ乗り口ゴミでしたけどね、もともとはこんな雑魚キャラじゃないんですよ。1の時はめっちゃ強いキャラだったんですよ。1の時は最強キャラの一角だったんですけれども、あまりにも強すぎて修正が入ったんですよね、2で。外れた。2で修正が入ったかわいそうな子なんですよ。ほんとめっちゃ強かったんですよね。おい！オッケー。まあ、ペッタンで押すしかねえな、これは。ちょっとライフがすげえ多いからな。KO したいもん。来いよ。おー、俺当たるか、お前。かかってこいや。こいつ育てなあかんようになるとね、かなりきつい。かなりきついですね。こいつはもう KO を狙うキャラじゃないんですよね。結構ガッツダウンしっかりして相手に一発も攻撃を打たせないみたいな戦い方が得意なんで、もうすごい、なんていうんですか、リセットしまくって999オール目指しますとかやったらまだね KO を狙える素質もあるんですけどね、なかなか厳しい。プラントはちょっとだから俺の中では若干外れなんだよな。最悪は探検専用モンスターにするってのはありですけどね。探検、探検にするには D ランク越しは探検いけるようになるんで、あともうひたすら探検でお金稼ぎまくってるってのはありなんですよね。ライフが探検では大事なんで、ライフと力と賢さ、まあ賢さとライフありゃそれなりなんとかなるんで、その2つバケモンみたいに上げて、で D ランクまでは気合で勝てばあとは探検モンスターになれるんで、ひたすら探検、探検すると今のお金集めがねバカらしくなるぐらい金入るんですよね。プラチナとか金とか取れるんで、金塊とかで。危ない、おいよ、おらお前、おいおいおい頑張ってんな。しかしお前近づいた瞬間突っかきで殺すからな。さあ殺そうか、終わり以上、ジエンドだ。うるわ、あやるなお前。しかしもう一発、これを2回も避けれない。やっはっは、80何パー2回無理だよね。あお疲れ、まあ、圧勝ですね。圧倒的強さを見せつけてるね。まあ、公式戦だからあんまりこう危険されないんですよね。公式戦危険してくるキャラクター少ないですね。よしよしよし、ほらもう誰でもかかってこいよ。ほら全員に罰が1個はついてるから、もう最悪何か奇跡が起きて負けても大丈夫。おー来いよ、おーおー、俺と戦おうってのか、いい根性してるやないか、やってやろう。まあまた軽くね、軽くボコボコってやつですよ。よし来い。まあミディアムは突っかきだな。お前突っかきで先行でボコボコしてもいい気がする。あ来た、はいお疲れ、よいしょ、はい一撃殺67ね。いやあとね、もうちょっとだけライフ鍛えてたらよかったね。うん、もうちょっとだけ鍛えてたら俺に勝てたかもしれないけど、残念だったな。その程度の実力ではこの俺に勝てないということを教えてやったわ。あと1匹で桜ハートだけで全勝優勝ですね。まあ全勝優勝待ったなしでしょ全勝優勝待ったなし。さあ桜ハートとやろう、ぶっ殺す、やってやろうじゃねえか。軽く全勝だぜ。
かかってこい。ボコボコにしてやんよ。ボコボコに。いくぞ。ファイツ。ローリンモッチ、外れる。おい、かかってこいよ、おら。全然ビビってないぜ、俺は。はい、突っかき。オッケー。入った。そしてすかさずもう一発。入った。これで終わりと思う。何？危ない。っていう戦い方で多分 C ランクはなりますね。これで押す。こう外れる悲しさはあるんでしょうけど、 C ランクはこれですね。こうガンガン突っかきで押すみたいな感じになりますね。 OK、 まあ軽く勝利ですね。ザコは引っ込んでおきなさい。よーし、アリス勝利、全勝ですね。まあまあ D ランクはこんなもんでしょう。問題の C ランクだぜ。俺は C ランクに死ぬまで生かすぞ。勝てんだったらもうラッキーだ。もうここまで来たら何でもありだ。もうガンガン行くぞ。えい、アリス選手優勝です。ありがとう、ありがとう。圧倒的強さを見せつけてやった。はっはっはっは。公式戦初の D ランク優勝ですね。いいんじゃないですか。実に賞金、まあ安いですけれども、賞金は OK。さあ、こっからまあイベントが入りますね。まあ、上がったってだけですけどね。上がったってだけですけど。よし。ふぅ。あとは能力値、力上がってほしいな。350入ってほしいね。で、これ D ランク制覇した瞬間、寿命来ましたとか言われたらもうショックやな、ほんま。ショッキングすぎるやろ。いやー、そこまでいかなかったね。力いけよ、力。D ランク公式戦優勝。おめでとう。俺のブリーダーランクを一つ上げてくれたよ、こいつは。ありがとう。あ、すげえ、コントローラー蹴っちゃった。足元にある、コントローラー蹴っちゃった。プレスフォーで。よいしょ。直してと。OK。さあ、1月1日、めでたいぜ。めっちゃ喜んでるで。めっちゃ喜んでたよ、もう、コルトさん。コルトの喜び方半端ない。よっしゃ、2台になった。一個進んだぜ。これ修行やろ。まあ、修行はいかさんわ。ええわ。よーし。オッケー。じゃあ、これですね。ドーブル大学杯。生かすか。生かしちゃうか。C ランクの洗礼を浴びに。やっぱマジ、ギブアップ待ったらしいですよ。ほんまに。ギブアップするスタンバイはしておきますからね。さあ、行こう。3000だぜ。めっちゃお金もらえるからな。総当たり戦。総当たり戦やからな。怖えなぁ。マジ怖え。ギブアップする勇気を持とう。ギブアップする勇気を。ね。スタートボタンからのギブアップ。よし。KO 負けすと、マジで怪我する確率もありますし、寿命もガボッと減るんで、絶対ダメ。それはダメ。さあ、来い。優勝目指して頑張ろう。行くぞ。かかってこいよ。さあ、誰だ。いやぁ、めんどくせえやついるな。やべえな。めんどくせえやついる。やだ。ザンバーはね、全体的に強いやつですね。いや、こいつもやばいけどね、これね。この能力値。強いっしょ？だから嫌なんですよ、C ランク。しかもめっちゃ技持ってるからな。こっから超必殺を使ってきますよ、もう敵も。行くぞ、絶対負けんな。あ、やばい、走った！当たった！よっしゃー！いいの入った！あ、押せ押せ。これはもう押せ。パワーで押せ。押すぞ、これはもうこんなもん。ガッツみたいな関係ない。あ、痛い！強い！危ない！うお、危ねえ！危ねえ、40% 打ってくれ。こんな野郎てめえ、覚悟せ。よし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 。行くぞ行くぞ、負けんな負けんな。押せ押せ。押せ、よしよし、手数で押せ。よしよしよし。危ない！危ねえ、あいつもいい技持っとんだ、結構。はい！つっかき！よし！あと一発！あと一発、あと一発。落ち着け落ち着け。ここで焦るな。つっつきが結構当たる確率高い。惜しかった！よいしょ！よし、まず一匹目。オッケーオッケーオッケー。まあ、こいつは命中率は高いですけど、全然ダメージが低いやつだったんでね。回避率の高さは突っかきでなんとかなるんで、こいつはまだ大丈夫。6ガイガーは多分いけると思うんだよな。こいつの攻撃当たらんと思う。当たらんと思うけど、当たったら一発で死ぬ。当たったら一撃で死ぬ。絶対当たらんと思うけど、当たったら一撃なんですよね。攻撃力こいつおかしいんで。ゴーレム社はね、やっぱ強いっすよね。これやばいっしょ。当たったら死にますって、マジで。当たったらね。当たんねえと思うけどなぁ。怖えんだよな、モンスターファーム。確率の壁を越えてくるときあるからなぁ、マジで。ここペッタンで押すしかねえな、ちょっと。やばいやばいやばい。
おぶねえ、怖え、20% めっちゃ怖え。怖え、ちょっと待って。おぶねえ。すげえ怖い。これで押せ。よいしょ。いいね、いいね、いいね、いいね。ぺったんのこの、距離ギリギリやね。結構頭ギリギリとかやね。ぺったんのこの、高さがギリちょい、ほら。あ、避けやがった。こいつたまに避けよるからびっくりすんだよね。ちょ、溜めて溜めて。相手ガッツ使わせた。嘘だ、こー強烈な入った。やばい、これはまずい。絶対やばい、絶対やばい。待て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 。殺す、絶対殺す。ここは倒さなあかん。押し切れ押し切れ。あかん、これは。これやばい、これやばい。マジやばい、マジやばい。絶対やばい。ふっ。よいしょ、いける、お一発いけ。ふっ。よし、あぶねえ。死なへんくてよかった。あぶねえ。107か。わ、意外と耐えたな。意外と。エピックやったら一撃で死んでましたね。確実に。エピックの、あれやったらやばかったやろな。あと、基礎技やからやな。あ、オッケー。これで俺、もしも棄権しても大丈夫だわ。怖い怖い。録画以外マジ怖い。あのパーセンテージ当ててくんのおかしいやろ。まあ、これがモンスターファームの怖さだよな。確率の壁超えてくるもんな。怖い、めんどくさいよね。ザンバーのこの、硬いのが鬱陶しいんだよな、こいつ。いやー、怖い技持ってる、怖い技持ってる、ファイヤーボール持ってる。やだ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 。よし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 。あぶね、尻尾ビンタは怖えな。ちょっと全距離怖えんだよな。これやばい、これ絶対当たったか。今の技やばい。嘘だ、避けられた。いや、これ普通削った方がいいかもしれんな、突っかきで。あ、ちょっと、つっぺったやっちゃった。間違えた、間違えた。やばい、やばい、これやばい。この選択ミスは命取りになる。いや、それ避ける。90% 避けていく。一体よーしよしよしよし、まだ大丈夫、まだ大丈夫。焦る時間じゃない。まだ焦る時間じゃないよ。よし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 、この野郎てめえ。この野郎見とけ。もう一発いけ。はっ、よしよしよし。削って確実、削っていこう、削っていこう。やばいやばいやばい。ちょっと全距離やばいんやけど、どの距離もやだ。どの距離も戦いたくない。やだ。よし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 、よけてよけてる、いいよいい。あー、待って、危ねえ。時間がやばい、タイムアップきた。近づいてきた。よし。この辺でもう一発当てたいね。もう一発強烈な当てたいね。いけ、これ当たれ。いやー、ダメか。いけるか、いけるか。よし、いった。はっ。あー、危ねえ。全部の距離で強いんですよ。3個の距離全部強い技を持ってるんですよ、こいつは。怖え、怖え。よし。でも、負けてもよかったからね、最悪。負けても優勝決定戦あったから。よーし、勝った。やったぜ。よしよしよし。Cランク勝利。アリス、よくやった。お前強えよ。よし、この調子で C ランクで、あとは死ぬまでお金を稼ぐんだ。あとはもう寿命が尽きるまで C ランクでお金を稼いでもらうぞ。よし。3000円はでかいぜ。これはでかいよな、金な。ここら辺からマジ金の溜まり方がおかしくなってくるからね。ガンガン溜まるもんね。はぁ、あんまりね、上のランク行きすぎると今度ね、大会があんまりないんですよ。減るんですよね、数が。だからお金稼ぐチャンスが減るんですけど、いやー、いいよね。 C ランクぐらいが俺一番いいと3000円だぜ。3000円、でかいよね。でもここのモンスターに勝つには相当強くなってからじゃダメ。おお、力7曲がってる。これですよ、これが大会に出る利点ですよね。すごい能力値上がるからね。よし、元気みたい。ふぅ、ストレスすごいわこれ。でもまあやっぱ突っかき戦法でいいな。ペッターンいいわ。ロクガイガーみたいな、あのなんか尋常じゃない回避率の低さ持ってるやつはなんかそれでもいいかもしれんけど、これやばいね。これ絶対これ出たやばいな。これニューイヤーはここ寝ようか。カウレア狙っていこうかね。ここ3000やし、これ狙っていこう。よし、どうしようかな。回避率がなんかいい感じになりそうやし、回避率上げようか。これで500突破かな。よし、意外とまだ寿命宣告はされない。寿命宣告されないんですけど、俺が見過ごしてるってパターンもあるんですよね。タイミングが悪くて出ないって時もあるんでね。いや、怖えわ。えぇ、待って、2しか上がらん。待って、怖い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 。いやー、2ですか。いや、これそろっと寿命だと思うな。寿命だと思うな。怖えよ。大丈夫なんか、本当に。いや、コルト頼むから宣告すんじゃった。宣告してくれ、頼むわ。ああ、冒険来た。これあれですよ、あの火山行ったやつのね、息子ですよ。ええ、謎のモンスター見つけた話。はい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 、新しいモンスターなんですよね。いやー、調べに行きたいよ。そう、
そうだね、連れていけないと。そう、父からほら父から、この人の火山のおっさんですよ、うん、顔ちょっと似てる、鼻の感じがねいやこれ行かせない、これはダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、ダメダメ、これは無理無理無理。そう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 、大事な時期っていうか、もう瀕死の時期やからね。似てるよね、この唐突にこの行こうぜって言ってくるとこすごい似てるよね。いやー怖え、全然能力値上がらなくなってきた、やばいな。しれっと真面目にさ、ちょっと重要やばいんじゃねこれ。大丈夫かな、本当に宣告飛ばしてる気がする。どう、いやー怖えなー、全然上がんねえもんな、怖えな怖えなー。それでも育て続ける、リセットできない縛りの俺は限界に挑むぞ、限界に際に挑むぞ、際に。よしよしよし、リセットできない縛りの限界に挑戦や、挑戦、いけるとこまでいくぞ。よし、本当にダメになった、宣告してくれるはずなんだよね、本当にダメになったら。大会に出ることでちょっとだけ確かに寿命減ってんだけど、いやまだ大丈夫、まだいけるはず、まだ大丈夫。よし、カウルやカップだぜ、さあ来い。涼しい季節になりましたっつって、涼しい季節になりましたと、このカウルやカップのこの感じが全然ね合ってないよねよし来いや。いやーめんどくせえやついるなー、またー、まあ、1匹目のこいつもめんどくせえけどさ、すごいめんどくさいよこれも。さあ来いよ、この回避率ですよ、これめんどくさいよね。そして当たったら一撃で死にそうな、この賢さだ、圧倒的、突っかきで押すしかない。まだ力技はまだいい、力技、賢さ技当たらんかったり、まあ、賢さ技当たりにくいからいいんだけど、ちょっとガッツ貯めていこうか。よし行こう、はい、よし当たった、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、押そう、これはこれ押そう、いけ、よいしょ、オッケー、やっぱ強え、つっかきがあってよかった、本当にこれはニャーシュの特権ですね。ニャーはこのつっかきっていう技が強いね、やっぱり。いややっぱね、命中率 S って大事なんですよね。オッケー、オフリー、オフリーもめんどくさい、こいつも回避タイプなんだよな、すげえ回避高いんだよね。ピッポー、あの一番2個目のやつが嫌い、こいつはまだマシやけど、その次が嫌い、一番嫌い、俺もうすげえ戦いたくなかった。こいつはねまだね、当たったら勝てる、当たったら、この丈夫さだから当たったら勝てる、ただ先に打たれるとやばい。行くぞ、あーやばい、来た先に、おいって、あー大丈夫やった、よかった、そんなに威力ないやつやった、これで先行で殺す、よーし、お前に攻撃の隙は大変、もう先殺す、嘘、やばい、避けたすごいね、優秀だよこの避け、オッケーオッケー、この辺は全然いい。こいつ幽霊でしょ、見た目通りね、ええ、こいつですよ、モンスターがもし死んだ場合はこいつを再生できるような条件に進みます。あんまり育てにくいですけどね、育てにくいですけど、贅沢言ってられ、よし、さあピボルス、こいつが嫌なんだよ、なんでお前全勝抜くんだよ、あっやったぜ、よしやった儲けた。ピボルスはですね、あのライフがめっちゃ多いんですよ、ライフが400あるんですよ、なんで削れないんですよね。そうで、相手の技も地味にめんどくさい技が結構揃ってるんで、削りきれないとこがすごいめんどくさいわけですよ、今の火力が少ないアリスにとっては。今のアリスの戦術は突っかきで、もうちょっとでもちょっとでも削っていくって戦法なんですけど、もう延々とやり続けなきゃいけないんで、すごいしんどい。オッケーオッケー、その面はなかったね、よっしゃ、金貯まってくぜ、よしよし、なんか今の感じ、あれこれ C ランク突破できんじゃねこいつもしかしてみたいな、そういう気持ちになりつつあるんやけど、その油断が怖えんだよな、油断がな、万全を期さないと、やっぱりそうそう、リセットしないから万全を期すんだよ、万全を。いやーすげえ激そう上の大会は激そうだわ。オッケーオッケー、なんか全体的にすげえじわじわ上がってってるよね、よし、いいんじゃね、そういう能力値上がってくの大事だからね、じわじわ強くなってくれると嬉しいよ俺は。次大会いつある、2周目か、トロロンか、よしそこ狙おうか。いやーでもそろっと寿命くんじゃねえんだ、大丈夫なんかこれ、あれかな、寿命が減ってなかったんやけど、成長のグラフ自体はもう後半に来ちゃったってことなんかな、そうかもしれへん、そういう可能性もあるからな。そうするとトレーニングする意味はなくなってくんだよね、かなりね、全然上がんねえからトレーニングの意味がなくなってくんだけど、ね、よし金一番上の桁5まで行きたいなっつって5に来た、やったぜ、よし
公式戦、公式戦はいいわ。元気だよか。ここ狙いたいね。トロロンハイ狙いたいから、ここ行きましょうかね。よし、ここ狙って照準定めていきましょう。そしてもう時間がいい感じなんでね、でショップで売って今回終わりましょうかね。2段に上がったよ。おお、力を合わせて頑張っていくよ。任せとけよ、もう最強だから。よし、円盤石のかけら、これクソだな。円盤石のかけら、これもクソだな。よし、こんなもんですね。よし、いや、お金だいぶ増えましたよ、 C ランクに上がったおかげで。よし、ちょっとセーブしましょう。とりあえず今回も死ななかったアリス、よかった。今回も死ななかった、セーフ。一体アリスはどこまで生きれるのか、それは全くもって謎ですけれども、生きれる限りちょっと C ランクでガンガン稼いでってもらいたいと思います。じゃあ今回見ていただいてありがとうございました。また良かったら次のパート見てください。それではお疲れ様です。